統一街道統一街道は、ベトナムのホーチミン市にある建物。正常が不安定だった時代に、建物の呼び名もたびたび変遷し、1873年から1955年の、古昭は、のロドン宮殿、1955年から1975年の間は、独立宮殿、そして現在に至る、のロドン宮殿時代宮殿の建設は、ベトナムを、 フランス領インドシナとして植民地下に置いていたフランスによって1868年に始められ1873年に工事が完了した。その後は高知ナのフランスの知事及び第二次世界大戦が終結した1945年までの高知ナのフランス総督によって建物は使用された。独立宮殿時代1954年の ディエンビエン風間落語に行われたジュネーブ協定締結後にフランスが撤収し1955年にベトナム共和国が成立した後には独立宮殿と改名された。しかし1962年2月8日にゴディンディエム政権に対して起こされたクーデターの際にベトナム共和国空軍将校が操縦する2機の戦闘機による爆撃を受けて大破した後に取り壊された。 南ベトナム大統領府及び官邸大統領執務室で地図を見るグエンバン中、大統領統一街道に突入した T-54 戦車1966年に、南ベトナムの建築家のゴベト中による現代、建築として再建され、ベトナム戦争終結までは、ベトナム共和国の大統領府及び官邸とされ、使用された。最初に使用した大統領は、 グエンバン中で、その後計3台の大統領が使用した。1975年4月8日には、北ベトナム軍が旅客したノースロップ海マイナス5、戦闘機による爆撃を受けた。同年4月30日のベトナム戦争終結時に、サイゴン市内に突入した北ベトナム軍の T-54、戦車が当時は大統領府であった。この建物のフェンスを破り突入。 南ベトナムの首都サイゴンは陥落した。その際の映像は一つの国が消滅する瞬間として全世界に配信され有名となった。現在でもその当時のソ連製の戦車が敷地内で展示されている。過去に使用した大統領現在1976年に共産主義の統一国家であるベトナム社会主義共和国が成立した後に統一街道と改名された。 現在は南ベトナム大統領不当時のままで保存され、事実上の博物館として有料で一般公開されているほか、建物内の一部の部屋は国際会議などで使用される。また、敷地内のテニスコートやゲストハウスなども使用されている。前景大統領執務室内閣会議室、ヘリポート1975年4月30日時点。 現在もほぼそのままで保存されている。地下は通常爆弾による空爆に耐えられるような構造となっており、建物外に脱出するトンネルもあると言われている。ありがとうございます。